投げ抜いてほっとした表情には見えましたが、改めて今シーズン2度目の完封です。どんな思いですか？まあそうですね、本当に先週からチームの状態が本当に、ね、厳しかったんで、まあ、昨日ね、あのジュニアが、まあ、勝ったんで、しかもあのいい顔して朝会って今日お願いしますって上から言ってきたんでね、まあ、しっかり僕もしっかり投げようと思って頑張りました。はい、でしたが、この東京ドームに乗り込んできて、この大事な3連戦の初戦だったと思います。どんな思いでマウンドに上がったんでしょうか？まあ、本当にあの昼からね、選手と入念に、ね、打ち合わせしましたし、まあ、自分の状態もそこまで悪くないなっていうのも、ね、感じてましたんで、本当にあの選手が配球をしてくれることに対して自分が応えるだけかなっていうふうに思ってました。そういった中で今日はジャイアンツ打線をわずか3安打に抑える見事なピッチングでした。ありがとうございます。いやけど3安打なんですけど、本当にいつね、本当に大量得点取れるか分からないので、本当に最後まで気を引き締めながら投げてました。はい、今日は相手の山崎伊織投手も見事なピッチングを見せていました。息詰まるような両先発の投げ合いでしたが、あのあたりはどんな意識で投げていたんですか？まあそうですね、本当にいいピッチャーですし、いいテンポでコントロールも良かったので、まあ、その分僕も一緒に、ね、こういいテンポで投げることができましたし、本当にバックの、ね、守備が素晴らしかったので心強かったです。はい、この大きな拍手をくれるタイガースファンはここからのチームの巻き返し期待していると思います。最後にチームを代表して一言お願いします。本当にもう残り試合少ないですし、まあ、全てが、ね、大事な試合になってくると思いますし、チーム全体でもう一度連勝を、ね、続けていけるように全員で一緒に頑張っていきます。今日はありがとうございました。